こんばんは、谷口孝太郎です。本日は、ネットワークスペシャリスト試験を受けてきましたという動画を作ろうと思います。まあ、あの、先週受けてきました。で、その日にライブしたので、その日のライブ動画の方が、あのー、なんか、当日の疲れてる感がすごい出てて、あのー、当日の感じがわかりやすいかなとは思うんですけど、 一応あの、毎年、スペシャリスト、ネットワークスペシャリスト試験を受けてきましたっていう動画、あの、簡単に作ってますので、まあ、今回も、まあ、作っとこうかなということで、ええー、まあ、なんか、また落ちてそうなので、また受けそうなので、で、あの、次受けるときに、前回のあの、感想を一応見直して、あまあ、なんていうか、あの、注意点みたいのを過去から受け取るみたいな、<laughs> 感じで、まあちょっとまとめておこうかなということで、まあまとめるというか、まあ少し残しておこうかなと、まあ今の気持ちとかを残しとこうかなということで、えー、撮ります。まあ特にあの一週間経ってるので、あの直後に撮っとけば色々思いがあったかもしれないですけど、今特にないんですけど、まあ今回あの、今回からやって良かった勉強のやり方とか、あの、ちょっと紹介しようかなと思います。 で、えー、まず、なので、まあ、まず勉強ですね。今回やった勉強ですが、えー、これ、ちょっと紹介したいなと思ったのが、このコント計ですね。ちょっと映んねえな。<laughs> 逆光で映んない <laughs>。えと、どうしましょうね、これね。 映る映んない <laughs>。全然映んないですね。まあ、ああのー、チープカシオですね。これ溶けるか。ちょっとこんな時計です。ピントが合わない。あった。えー、この時計ですね。バイブレーションアラームということで、振動する時計なんですね。で、 今これ、ストップウォッチモードになってます。で、この時計を、あのー、試験勉強中使って、あの、本番はあのー、なんかこういうタイマー的なの、タイマー的っていうかス、スマートウォッチとか使ってるというのを疑われたら嫌なので、あのー、これは本番は使ってないんですけど、えっと、まあ、あの、勉強中ですね。勉強中使いまして、かなり良かったんですね。だから多分次もし受けるとしたら、これまた、 勉強に使うと思います。まあ、次、まあ、例えばデータベーススペシャリストとかでも使うと思います。で、なので、ちょっとこれの良さを語る、少し語ります。えっ、ー、と、まずこの、えー、カウントダウンタイマー機能があって、で、このカウントダウンタイマーで40分測ってます。で、これが、あの、午後一試験の対策ですね。あの、タイムアタックというか、えー、時間切れっていうのが、とにかく、 あの、はっきり、はっきり言ってじゃないですけど、午後1試験、もし2時間の試験だったら、合格率上がると思うんですよね。多分結構時間足りなくて落ちてる人多いと思うんですよ。まあ、あの、まあ、例えば、時間的に余裕がなくて、もうパッと読んですぐ答えて間違っちゃうみたいな、間違い方してる人多いと思うんですよね。もう少しゆとりある、あの、試験時間だったら、結構答えれる問題も答えれてない気がしていて、 まあそれは去年も、去年がそれでもうズタボロだったので、今回一応少し対策ということでこれ使いまして、一応カウントダウンタイムは40分測って、えー、まああの早く、 解く訓練まではしてないんですよね。あの、そこまではちょっとやる気が <laughs>、あの、私やる気を一応大事にしてるので、あの、やる気を急ぐやり方をすると、あの、続かないので、それはできなかったんですが、一応時間は計るようにしていて、なので自分が、あの、急いで解かないとな、どれぐらいの時間かかるのか、まあ、あの、急いで解かないと40分でどれぐらいの問題が解けるのかっていうのは把握してました。その、 まあ具体的にはあの午後1実際に解いてみてまあ解く練習は一応していてであの解いて大体設問3とか設問4まである問題だと設問3の途中ぐらいでブーってなるっていうこの40分たつっていうのは毎回あのなっていてその自分の問題の解くスピードが大体最後の設問を残して残すぐらいしかできないっていうのはあの練習中には分かっていて。 なので、あの、本番は、あの、もっと急がなきゃ、急ぎでやろうって思いながら、まあ、あの、練習の時はそんなに、あの、普通の用語の勉強とかも含んでいたので、まあ、そんなに頑張らないで、あの、時間だけ測っておいてっていう感じでやってました。で、その時間を測るのにとても役に立ちました。で、まあ、あの、この40分、これ常にこのカウントダウンタイマーモードにしてても、時計が表示されてるので、その、このまま時計として使えるんですよ。 だから、あの、もう、さあやろうっていう時に、あの、もうすぐスタートできるんですよね。こんな感じで。これが良かったですね。常にこの状態にしておいて、この時計を、ま、ああの、スタンバイさせておくというか。ではも,もう勉強しようと思った時に、すぐ時間が測れたっていうのが、かなり使いやすかったです。で、普段、 普段わかっても、この状態でも一応時間わかるので。で、あと、振動するっていうのが結構良くて、結構あのー、最近、えっと、最近っていうか、あの、人間、人間の多分、あの、聴覚と視覚ってあの、目の、あれですね。<laughs> ちょっとあの、これ、謎動画作って語りたくなってるんですけど、最近気づいたことがありまして、 あの、自分のあの思考が耳を使ってるのか目を使ってるのかっていうのであの、私は多分耳を使ってるんだと思うんですよ多分2タイプに分かれるっていうのに最近気づいてで、それ大きくあの、簡単に見分ける方法としては映画が字幕で見るのが好きか吹き替えで見るのが好きかっていうのでどっちかなっていうところで私は吹き替え派なんですけど多分あの耳で 聞く派なので音読とか読み上げるような勉強が結構向いてるのかなっていうなんか速読できないんですよねどうしてもあの心の中で内言を使うというかあの心の中でも読んでるっていうかあのそんなまあ,あの速読する人がどんな風に読んでるのか知らないですけど私はあの基本的にはあのしゃべるような感じであの読んで本を読んでいるのでなので読むのが遅いんですよね。そういういのがありましてあの あれ、何言おうとしてたんだ。まあ、そういうのがあるんですけど、なので、あの、こういうタイマーでピピピピってなるのが、その問題解いてる途中、これ、あの、時間測って、これで終了っていうために測ってるんじゃなくて、自分が、あの、問題解いてる途中に40分経過したのを知りたいだけで使ってるので、その、普通のタイマーを使うと、ピピピピとか言って、その、考えてる途中でピピピピってなると、すげえなんか、 すごい嫌なんですよね。それで、あの、タイマー、普通のタイマー使うのが、勉強中にタイマーかけるのが、ちょっと嫌になっちゃったところがあったんですけど、その点、これ、ブーってなるんですけど、あの、触覚なんですよね。その、触、その、耳も目も使わないんですよ。なので、あの、なんていうか、そんなに嫌じゃないというか、ブル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 ってなった時に、あ今40分経ったなって思いながら、そのまま続けれるんですよ、勉強は。 それが結構いいなと思いまして。なので、あのー、まあ、勉強の時間計るなんかいい道具ないかなって思ってる人にちょっとこれ結構おすすめかなと思います。まあ、そういう紹介でした。ええー、なんだ何の動画だこれ。じゃあまあ、あ受けてきましたっていうので。で、あと、今回あの、 午前1免除なくなっちゃって午前1から受けたんですけど午前1会場ってもうガラガラだったんですよねなんか申し込んだのに受けてあの来てない人がすごい多くてだ今回ちょっと思ったのがあのなんていうか朝強いとか午前1に対してあの難しく感じ,感じていない人はもしかするとあのスいた教室で受けたいなんか こう少しでも静かな教室で受けたいっていう人は意外に午前1から受けるのもありじゃねえかなって今回思いました。だからもしかしたら次回午前1から受けるかもしれないです。なんか今回本当に前回あの受けた時あの去年ですね。去年の教室より圧倒的に集中できたんであの午後問題とかですね。すごいあのあれでしたね。ちょっと うん、なんか、まあ、あの,コロナの、コロナの影響もあるとは思うんですけど、ただ、あの、まあ、一応、あの、ライブ中に、えー、免除の人はどうだったのかなっていうのは、あの、免除の人の教室の様子を、あの、書いてくれた人がいたんですけど、一応、なんか、空席は全然なかったという話だったので、かやっぱり、あの、申し込んで、 受けに来るかどうかっていうところで、やっぱあの、免除教室は基本的には受けに来てると思うんですけど、あの、こう、ね、免除じゃない教室は結構ね、空席があるので <laughs>、何を言ってるんだって感じですけど <laughs>、まああの、なんか、結構ありだと思いますね。その、静かな教室で受けたいっていう人は、結構ありだと思いました。で、えー、あと、 あと何あったかな、えー、もう一個ぐらいなんか言いたいことが。あ、そうですね。あの、勉強時間ですかね。まあ、4回目で言うのもなんですけど、あのー、去年勉強したことっていうのは、1年経ってるので、同じ勉強をもう一回しても、その、落ちますね。<laughs> 何、何が言いたいかっていうと、あのー、 去年ギリギリだったから、その差分ですね、本当もうちょい勉強すれば受かるんじゃないかなっていうのは、多分半年に一回とか3ヶ月に一回とか、もうちょい細かい単位で受けれる試験だったら、その差分の勉強で合格まで持っていけると思うんですけど、その、一年空いてるので、もう本当に去年勉強したことはもう一度勉強して、さらに勉強しないと、あの、去年を超えられないですね。 ま、今、4回目で言うなよって感じですけど。なので、あの、例えばなんか、過去問3回やって受けましたって、去年過去問3回やって受けて落ちたんなら、今年過去問3回やって受けても同じですね、多分 <laughs>。っていうことで、なんか、うん、なんか毎年、毎回勉強量同じぐらい、同じぐらいっていうわけじゃないですけど、その、1ヶ月前からやるとか、そういうのがあんまり、 毎回一緒じゃ毎回一緒になるなっていう気がしましたね。本気で受ける、本気で受かろうとして去年落ちてるなら少なくとも去年やった勉強よりも多くやらないといけないと思いました。ま <laughs> あ、ね。ねまあ、はい。まあ現実ねそ、そう思ってもできる、そこはちょっと違うので。 ちょっと自分で言っても、ちょっと悲しいところがありますけど、あの、どうしてもね、あの、そりゃ、できるやつは受かるさっていう話なんですけど、何を開き直るという、まあ、そういう感じで。だからまあ、な、まあ、あれですね。なんとか、こう、なんというかやる気ないなりに、やる気出す方法をこう頑張って考えるしかないんですけどね。 まあ、今回は、ただ、これ、この時計は結構良かったです。これは良い発見でした。これで時間を計って、なんか、試験開始じゃないですけど、勉強開始みたいな感じで、やるのは結構良かったなと思います。まあ、なので、まあ、来年、来年はこれで <laughs>、頑張ろうと思います。で、えーえーっと、 これが、ちなみになんですが、回答速報 <laughs>、出てたので <laughs>、自己採点してみたんですけど <laughs>、もう多分落ちてますね、これ <laughs>。がっかり来てるんですけど <laughs>。なんか、ここ多分全部ダメですね、これ。こんなん書いてないっていうのと、数字もなんかこんな数字じゃなかったですね。で、これはこんなこと書いたと思いますね。で、ここ http、https って書いて、これ こっちでもあるじゃないかなと思うんですけど、ちょっと怪しいっていうところですね。あと、これも多分これ、これは答えれたと思うんですよ。こんなこと書いたような気がしますね。で、ここ、あのー、プロトコル、第2層プロトコルって答えるところを、私データリンクって書いちゃいました。<laughs> いや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 っていう。なんか問題文数字で答えようだったんですよ。もう終わってますね。もうあの、普通にこう、なんていうんですかね。穴埋め問題だったんで、 あの、そんなとこ細かく見ないで、もう単純にい、いあの、問題用紙に四角で A って書いてて、で、回答用紙に A ってあるんで、もうデータリンクって書き込んじゃいましたね。いやいやいや、これでもいいでしょうっていう <laughs>。ここな仮にあと1点とかで落ちてたら、私データリンク、第2層データリンクって書いて間違えるって、落ちるっていう、その、なんていうんですかね。 いいじゃんっていう <laughs>。ただ、あの問題文も大、ん、そうだったんですよね。だから大データリンク装置ちょっとまあ確かにおかしいんですけどね。いやでもちょっとね、なんかそんなんで、そんなんいいじゃんっていうか。そこちょっとこう、もうちょい広めの四角にしてほしいっすね。ここ、どっち書いても受かるというか。こう、意味一緒じゃんみたいな <laughs>。まあいいか <laughs>。長いな。で、あと。 SNM。ここは丸でしたね。これ多分こんなこと書いてますね。これね、書く日、これ、これはないよっていうか、これ、あのー、考説通り正しく接続された状態であることを確認するために何を確認したらいいのかっていう、なんか、ような思考になっちゃってましたね。だからこれ何書いていいのか分かんない感じになっちゃってたんですけど、いやもうちょっとこれ、まあ、そうですかって感じ。あと、これ、これもなんか間違っちゃってましたね。 意図絵はなんか書いてましたけど、かが、かじゃなかったですね。で、あとこっち。えー、8で UDP は、これは書きましたね。これ、ロス、破棄って書いてあるんですけど、これ破棄でもいけんじゃねえかなって、ロス似たようなもんでしょっていうところで <laughs>。で、あと、これ TOS、なぜか TSS っていう、なんか、なんか、それっぽい、それ、なんか、 ふわっと思い出して t 何とかだったなと思って書いたんですけど、間違ってましたね。これは書きましたね。これもこんなこと書いたと思うんですけどね。ちょっとね、これとは違うような、あの、文章で書いちゃいましたね。だから、わかんないですね。これ、もしかしたら丸かもしんないっていう。で、あとこれですね。これ計算、拠点1から5を掛け算するの忘れてて、90、90倍しちゃったんですよね、私。 これあの80、80たす10で90だったんですけど80、80たす10の10が拠点1個あたりの,あの回線数で、それが5倍、拠点が5まであったんで5倍すると多分この数字になると思うんですよ。外線の数だと思うんですけど、それでしたね。多分これもう間違いですね。これもね、これ、これ、ちょっとこれね、 誤って接続したって誤り方によると思うんですよね。あの、これあの、POE の、要はあの、LAN ケーブルから給電される機器の問題で、なんか、給電する側とされる側で多分解釈が異なると思うんですけど、なんか、給電不要と判断されってなってますけど、POE 対応だと思って 思って POE 未対応の機器繋いだ場合ってコンセントとか繋いでねえんじゃねえのって思うんですけど <laughs> ならその場合あの給電必要だよなっていうだから電源が私は電源が入らずせあの通信できないって書いたんですけどあのなんか謝り方によるんじゃねえかなって思うんですよねだからあのでその 文章からすると、機器交換していて、その交換の時に間違ってるってなってるんで、なんか POE 対応機器だと、のつもりで、非対応の機器をつけてるんじゃねえかなってだかなんかコンセントつないでねえんじゃねえのって私は思ったんですけど、まあどうなんでしょうね。だからこれちょっと、この回答速報の解釈と、 本当に一緒なのかっていう、その <laughs>、なんか、ちょっと違う、私が書いた答えもなんか一理ないかなみたいなところで、ちょっとこれもハテなって感じなんですけど。で、ここで全部ダメでしたね、これ。この辺も全然違いますね、私、書いたのと。これもね、大きなデータフレーム出力中。これなんてなんか、タスクの問題みたいですね。あの、低優先度だけど、処理時間が長い処理が、 来た場合にタスク切り替わらないいってうう多分考え方だと思うんですけどこれちょっとネットワークスペシャリストじゃなくねっていう <laughs> わこ。答え見たらまあなんとなくわかる、言いたいこと、言いたいことっていうかまあそうだねとは思うんですけどそれってちょっとどうなのっていうタスクじゃんみたいな <laughs>。まあいいけどっていうところですけど <laughs>。これは これは私、あのー、動画コンテンツを優先させるというよりは、動画のデータで、あのー、データパケットが破棄されないためって書いたんですよね、私は。それも別に間違いじゃないと思うんで、これも、あの、これとは違うこと書きましたけど、それはそれで別になんか、丸くれてもいいような気がしてるので、これ、ハテなって書いて。 ただ、これ、うん、この感じで、この感じじゃちょっとね、50点ぐらいで落ちる、落ちてんじゃないかなっていう感じです。もし、もし万が一50、 9点とかで <laughs>。これ。万が一、でも、もっと低いような気がするな。なんか、罰やっぱ多いんですよね。ただ、もし59点だったら、これもう、悔しすぎですね、これ。まあ、そんな感じですね。結構長い動画になっちゃったな。じゃあ、まあ、そんな感じでした。ええ <laughs>、以上です。 じゃあまた、<laughs> なんだ、データベース多分受ける、受けるかなーっていうところで、えー、ちょっとわかんないですけど、また何か、ま、あ来年、あの、受けると思うので、<laughs> また来年って感じで <laughs>、えー、以上です。バイバーイ。